製版とは、印刷の工程の中で、版下などを撮影して、フィルムを作り、それを修正して、下版に備えることを言う。下版してしまえば、印刷するための物理的な、因面であるサ版を作ることになるので、製版が事実上修正の効く最後の工程となる。伝統的な写真製版では、組版部分以外での編みかけや、写真の貼り込みを、 正反の過程において行う。また、それに先立って、貼り込む写真を分解して、網目とする作業が含まれる。また、反下の凹凸に起因する影や、汚れを除去する作業が非常に大切である。正反して作られるフィルムは、ネガとポジの2種類があり、用途によって使い分けられる。現在では、デジタル化が進み、 フィルムに出さず直接、アルミ板に、レーザーで焼き付けを行うのが、一般的になってきた。これはフィルムを現像する際に発生する現像液や、定着液の排液の海洋陶器が廃止される動きに、伴い、排液を減少させる効果があるとされている。DTP が導入されてからは、組版作業と製版作業は同時に行われることとなった。これまでのアナログ製版の場合、 組版作業上の間違いが正版後に発見された場合、組版作業をやり直して、再び正版作業をしなければならなかったため、DTP 導入後は一気に作業の速度が上がった。正版作業の確認のためには、青焼き、または清しずりいずれかの方法によって、紙にプリントする。青焼きとは、いわゆる青写真のことである。普通は、 一式釣りの印刷で用いられる。フィルム幕面と青焼き原子の観光面とを重ねて紫外線観光させた後で青焼き専用の機械に通過させてフィルムの透明な部分は無色白地不透明な部分は黒くあるいはフィルム状の網点濃度に応じた黒さでプリントされる。清し釣りとは実際の印刷と同じようにインクを使って 最終印刷物に使用される用紙にプリントすることであるが、ほとんどの場合には、清しずり専用のコロタイプ式印刷機で実施される。多色ずりの場合には必ず、清しずりを行い、色の調子を確認する。これは、下版以降の実際の印刷の時に、色見本としても用いられる。ありがとうございます。